餃子100に続き、はい、たこ焼き100 出た、宣言通りね、はい、言ってたもんね、銀だこ100でも余裕じゃない、これはね、見た目は餃子よりも楽だと思う。で、しかも今回フェニもだって食うんでしょ。もう歯治った、うん、大丈夫大丈夫。前回そう食えなかったからね、余裕すぎるな、うん、もうちょっと買ってきてもよかった。たこ焼きに関しては200でよかった。ちょっとすいません、ちょっと気をつけて、この倍合ってるのかった、すいません。餃子の時より少ないのかな、どうなんだ、なんか感覚少ない気がする。感覚少ない気がする。まあ確かにね、でも不登校になっちゃう、来ないよ、大丈夫だ、まあ、食ってみたらもしかしたらあれかもしれないけどね。この量は初、この量はないかもな。いけちゃうな、いけちゃう、いっちゃうよ、もう死ぬほど言わずに、まあいくか。これちょっといい、先俺、そうね、そう、味変用に用意したレモンポン酢、うわですね、いいね。後にしとくか、そしたら。ある、割り箸ある、割り箸あった、ちょ、あれ手じゃない、あ、ありがとう、ありがとう、手で食べれていたかったっけ。いや、手ではいない。さすがに手で行く人、さすがにちょっときついかも、手だと、手だときついわ。あ、なんか串みたいな、行こうか、いただきます、いただきます。うわ、もう終わった、ごちそうさまでした。いや、おい、1目でゴールが見えたってこと。いや、もう見えたってことよ。 あ、そういうこと、うん、あ、びっくりした、お腹いっぱいになっちゃった。いや、俺もフィニッシュかと思ったよ、びっくりしちゃったよ。全然全然、いただきます、余裕、うん。いや、でもいいね、銀だこってやっぱテンション上がるね。うん、いいね、おいしい。いつぶりだろう、たこ焼き。ちょこちょこでもタロットやってるからな。でも銀だこだめだね、銀だこはない。しゃあ、できます。あ、うまっ、うん、ピューってなら、うん、弱っ、これ弱いな、うまくね、これは。弱いな、これはいけるな、うん、あ、これうますぎ、うん、うん、ちょっと弱いかも、うん、またうめえからな、これだな、うん、ちょうど持ち帰りでこの温度が食べやすい温度になって、うん、確かにちょうどいいな、うん、熱々ではないけどね。でもあれよね、その銀だこってめちゃ種類あるじゃん。うん、一個だけしかないよ。うん、その味変。うん、じゃあ24個パックがさ、持つかっていうのもあるよね。でもほらマヨネーズも、え、何このマヨネーズのスタイル。いや違う、このピーっていかなかったから一回開き直ったってこと。開き直った、一回もう贅沢にいっちゃうと思って。なるほどね、いっぱいあるし、で、からしまでつかないでしょ。うん、はい、だからもう贅沢にいっちゃうと思ってさ。うまっ、うん、あー、おいしい、最高だね。うん、何が好き、銀だこで。やっぱいろんなのあるよね、てりたまとかね、うん、さっぱりおろしネギマヨ、ネギタコか好き。俺に向かって喋りかけてくる。絶対そう。俺はもう一応聞こえてはいたよ。絶対聞こえてはいたんだけど。うん、すごい、よく覚えてんの。なるほど。いや、まあ、スペックのね。そう、スペックであれやったら。全然覚えてないな、うん。覚えてないけど、あの、上野のさ、あ、一緒に行ったことないっけ、うん、銀だこ居酒屋。あるわ、ハイボール居酒屋。そうそうそう、うん。あそこ結構行ってたの。タバコ吸えたんだよ、確か。え、もっといい思い出ないの。タバコ吸えた、タバコ吸えるっていうのをマックス吸える思い出ない。あそこの居酒屋行ったんだよ、タバコ吸えるからっていう話しか聞かない。それって全然、あの、身にならないなと思って。魅力ではない、関係なかったよ、俺は。いや、今吸ってたらマジでええのやつ、本当に。だって今、銀だこハイボール、銀だこってうまいよなの話をしなきゃいけない。タバコの話になってるから、うん、銀だこの話からやっぱそらさなりましょう。タバコうまくするには何食うかって大事だからさ。まあね、うん、で、このやっぱソースもん、うん、最高なの。ソースもん、ソースもん、そのソースで味付ける、うん、お好み焼きとか、そうそうそう、そばとかって最高です。かよりなんか夜勤明けになんか友達と、同じか同期の何人かで、うん、
銀だこ食べ放題って、うん、何個食ったんだろうな。でも食べ放題あんだ。銀だこ食べ放題やってるとこあんのよ。うん、あるね。うん、でもあの食べ放題になると食べないんだよね。あの4個作るからさ。分かる。そのその都度頼んで、あんまいけなかった。そう、待っちゃうとね、ちょっと時間が、うん、こんな弁償が入ってたっけ。え、ダメだっけ。あんまり、うん、あ、そんな入ってる。わかんないな、その玉みたいな、うん、あ、当たり引いたのかもしれない。うん、うまっ。うん、いくらでもいけたような感じ。うん、うん、ちょっとずっといける。いけんな、ごめんな。300かも。300? うん、すげえな。一人頭70個くらい。70個くらいか。いけんだよ、70個。これの、うん、3倍くらい。一人100いけたんじゃない。100いけるかな。ごめん、俺ひよっちゃったわ、買うとき。でも、うん、今食べてる感じで俺いける。100いける。うん、一人腰引けてたよ。でも、え、100ですかみたいな。パーチングみたいなやつ。今何分。うーん、まあ多めに見て7。少なめに見て6。あんま差ねえんだ。結構正確だな。ぶれない、あんま、うん、俺まだリアルさんとかだな。うん、うん、あれ4か。4リアル。300、うん、いけるかそれ。うん、まあ、この辺でちょっとレモンポン酢いっちゃおうかな。うん、あ、いいね。一個いい味変。うん、うん、このくるくるね。うまほっ。あ、いいね。そっか、水分がないのか、なんかなんか気になるなと思ったら、今、黙々と来ないって言ったら、うん、え、もらってもいい。いいよ、飲む。もらってもいいか。何、水で。うん、水系。あ、さっぱりしてます、すごく。うわ、痛い。うん、結構と明石焼きくらいのこの使ってる感じね。うん、素敵ですね、これね。うん、うまっ。はい、あ、すいません。あ、すいません。よいしょ。あ、しなしなの方が好き。いや、揚げだこの方が好き。もう、カリカリ。うん、俺もカリカリだな。そうなんだよな。銀だこ好き、マジで。やっぱこれ関東の特徴だもんね、やっぱね。あ、そうよね。うん、西の人はあんま、もうこれたこ焼きかみたいな感じのこと言われるもんね。揚げてるやんみたいな。でもさ、うん、その明石焼きとかもあるじゃん、なんかさ、だし、うん、につけてくれるやつね。うん、あれもうまい。あれもうまいよ。うまい。うん、みんなことあんまりやってるもんね、うん、そういう、うん、期間限定とかで。今度言ってごらんなさい、すごく美味しそうだね。ちょっと行くか。思い出にしちゃおう、もう。思い出にしちゃおう。思い出にしちゃうわ。いただきます。うん、あっから言ったじゃん。言ったじゃん。言ったでしょ。これ船持つか。うまー。うん、ちょっと入ってる。染みてる。うん、多分こいつからどかすやつじゃないもんね、これ。本当はね、そう、うん、駅がな、うん、こうやって、うまっ、うまっ、うん、あ、とっと、うん、あ、やっぱりこれもうちょっと買ってきてよかったね。うん、うん、あ、こんなさっぱりするんだ。これだけ買えるってこと。いや、その、は、あ、これのやつはさ、いろんな味あるから、てりたまとか明太マヨとか、うん、それの中の一つ、この
レモンネギポン酢。あ、明太マヨか。適当な麺だよな。うまい。うまい。あの、タルタルソースがうまいよね。タルタル。うん。てりたま。100? 本当に。24個を4箱と、うん、8個入り1つだから、うん、104個のはず、うん、なはそうだね、合ってる、なるほどね、多分数は合ってる、うん、余裕だな、まだある、うん、うん、もう早くない？いや、太郎遅いな。言ったらだってペース俺と変わんないよ。え？この分だろ、だって。あ、まあもう2個差ぐらいか。だからペース遅いか。どうした？そんな。いや、まだ正直いっぱいではないよ。全然。うん、まだ半分。くらい食べてるね。マジで。お腹いっぱいだったらちょっとびっくりだよ。単純に食うのが。食うのが遅かっただけ。だって今一番タオちゃんがさ、うん、体重重いわけじゃん。うん。え、そうなん。こんなことやるなはず。うん。前に測ったよ。一番重いね、今。何で太ったの？わかんない。かすれるような声で。わかんない。あ、でもね、食事がね、回数減ったのよ。うん、あの、一食だけの時とかあったよ。だからあの、食事のバランスが悪いのはあるかもしれない。なんかよく食う時間がおかしいとさ、うん、太るってあと規則3食食わないと、うん、体が溜め込んじゃうみたいな、だから今それはなってる。なんでだろう。お酒とかもさ、言うても、いや、そうなの、うん、家じゃ飲まんし、1回でだからそんなめちゃめちゃ量食べてるってこと。いや、食うけど。力士と同じシステムだ。力士どうだっけ。力士はめっちゃ朝早く起きてさ、うん、あの水とご飯食べずに稽古して、うん、その後あのドカ食いするんじゃん。ああ、うん、ドカ食いしても昼寝するから、たまんだよね。めちゃくちゃでかくなるんだよ。あ、でもその感じかも、本当に。あの朝とか食わなくてやっぱ。あと水飲みすぎなんじゃん。水はすごい飲む、本当に。消化悪くなってる。あ、そうなんかな。胃液薄まるから。ええー。うわ、それかもしんないな。え、器？今。器？魂だけどっか行ってるんだ。すぐ入ってる。すぐ入ってる。器じゃん、ただ太郎という名の。いたとりゆうじみたいになってる。そんな、よく言わんない。いい方、いい方で。秋山太郎という名の器で。少ない。いや、早い。あの、食べたよ、もちろん。早っ。大丈夫、尺足りるか。大丈夫か。ん？尺を気にして、ゆっくりやってくれてたの。それもある。なるほどな。うん。じゃ全もう食べながら話も回してもらって、あ、じゃあこれでいくな、ね、あの、食べるみんなで。マジマジ マジでもうね、そんなマジ、あー、本当にもう弱っ。本当あとマジちょうどここぐらいだ、本当に。あ、だからその動画のことを考えて尺をって言ってたけど、これはでもそのもうチャレンジした方がいいかもな、太郎。これその要は
絶対行こうっていう頑張ってもうその行かなくていいって無理しなくていいっていうふうにやってたけど、うん、にしてはただの食事すぎるから、うん、最近まあただの食事すぎるから太郎はでそれを振りにあのオチにされてもやっぱりそのこっちとその視聴者はまあ最後まで食べるんだってなるかもしれないけど、うん、やっぱこっちの見せたい絵としてはやっぱ不服な部分はあるから、まあ、この量をメロって言っちゃう、ね、そうそうだね大変やっぱ3人太ってる人が並んでて、うん、デブ裁判とかもやっぱしてたし、うんうん、その痩せてつまらなくなったとかあるけど、うん、太ってて食べないはなんか本当に太ってて食べないはもうその裁判のしようがないんですよそうだな詐欺師裁判も出ないただの詐欺師直で逮捕直逮捕かだから裏切りにはならないとかもうまあ確かにねそうちょっと待ってればじゃん、うん、絶対来るんじゃんでも本当に無理だったらやれよ、ね、やめた方がいいと思うしそうこれやっぱいつでもたこ焼きやっぱえ、でも前そんな減ってたそうなんか増えてたし、うん、早かった早かったよね、うん、そうなんだよなんかそんなイメージないもの、うん、今のこの太郎ちゃんの、うん、なんでだどうしたのわからん本当にこればっかじゃなんでだと思う自己分析、うん、まあリアルで言うとマジで動いてないんだと思う減ってねえってこと、うん、まだあるってことうんあのエネルギーとして多分なるほど、ね、だから、うん、あれじゃん動く以外にもエネルギーを使う方法ってあるじゃん例えば頭を動かすっていう、うん、もう何でもあったよ今そこでいや脳みそって本当そうだよカロリー消費するんだよ分かった、うん、だからいやでもまだ笑ってない結論出してから笑うんだったらいいけどまずそこで笑われちゃうとさ無回転だからなもしかしたら脳みそがちょっと無回転すぎるそれかだから運動量は今まで変わってないけど脳みそ使う量減ったからその分あそこで原因が悪くなってやだわもう入らなくなってるその可能性あるの今までは頭で処理してエネルギーを、うん、いろいろ考えてはやってたけど確かにそれがなくなってもしかしたらどんどん食えられてもうどんどん回転数減ってってもう運動量が減ってんの胃液薄まるようでええー、だもん回ってないしあそう昔だったらそんな回数してなかったな確かになもう最近確かにでもどんどん回ってないよね本当にどんどん今何も考えてないでしょだって考えてないですよなんでそんなどうした太郎だよいや変わるんだよな人ってまたいいように言ったけど、うん、人って変わるんだよ、ね、ないやそれは覚えたんだないいように言ういいように言う腹何分今12とかマックスだじゃん高井はなんなら食えるようになってる胃が多分しっかり時間帯で、うん、あ本当だからお腹を空かせることができてるようになってるからだと思うそれが耐えれなかったね今まではそう我慢できなくて食べてたけど、まあ、ちゃんと今日もだって食べていけないしこれ食べるって聞いたからまあまあちょっと早口だったけどこれもう脳みその回転してるから今めちゃめちゃ動いてます食べながら今お腹空いてるちょっとびっくりした太郎ちゃんのペースで喋ってたからさ、うん、こっち早すぎてびっくり逆に早くて早ってなっちゃったけど言葉のスピードまで変わるんだね、うん、食べないよな、太郎ちゃん俺食べちゃうよ、俺そんな目の前にたこ焼きもうちょい待ってくださいたらもう食べちゃうんだから俺も食えるしうんもうちょい待ってくださいもうこれ食べるからもう2列空気ないじゃん綺麗に残してるもんなここにぶち込んじゃえばあの、確かにちょっと味変こうでもいいし、ね、あ、そうだね、ちょっとさっぱり、うんこんな食えなくなったの、ほんと聞いたのよ、それはさっき見りゃ分かるしもでもほんとこれ、でも最近やってたの、ちょっとやってたやってた最近やってたあの、いっぱい食えるようにと思ってうんうん、うん、量増やしたんですよ、飯の量例えば、どんくらいからどうしたのあの、すき家のさ、うん、目があるじゃないすき家の目がある、うん、食べてもう豚汁とかも食べて、うん、深夜にあのなんかステーキ丼とか頼んでわすごい
言いました。夜食食ったりとか。なるほどね。うん、だからちょっと食事の量増やそうと思って。昨日は、昨日は好きなの目が1個しか食ってないの。あれ、うん、ステーキ分縮まってるけど、前日に要は膨らましたっていう話じゃないの。でもしたかったんだけど普通に忘れてて1個しか食ってない。忘れてて。だから本当に食えなくなってるから、やっぱびっくりしちゃった今。目がもう食えん。あ、目では食えるんだけど、なんかね、分かんないよ、なんでだろう。うん、それだから太郎の普段食べてるスピードで食べてみるっていうのは、それなんか見ながらとか。うん、そうね、動画回ってるからちょっと緊張しちゃってんのかな。今、あ、でもなんかしゃべったりとかあるからね。でもそれはあるかもしれないけど、こっからちょっと黙って食べてるから。黙りだよ。うん、ちょっとそうね、黙り、ちょっと普通の食事で食ってみるわ。はい、いつもの感じで。うん、この使っていいからね。ありがとう。あ、そうだ。だから最近何の料理にハマってんの。最近ですか。いろいろやってるもんな、本当に。そうそうそう。ちょっとあの、そう、インスタでね。インスタで。お弁当作ってね。お弁当作って。奥さんと、いつかちょっとあの、本を出したくてさ。出せないかなと。本を出すための。よくあるじゃん、なんかインスタでさ、ね、いっぱいさ、あげてたら。やっぱそういう人ってなんか、一個さ、ない、その男飯の。そうそうそう。そうそうそう。これはだから、それは、こっから作っていく。ああ。うん。まずは、普通のお弁当をね、作れるようになってからかなっていうので、今。あのキャラ弁をね、今ね、作ってんだ。だキャラ弁をさ、その作ったりさ、リュウジさんの真似したりとかしてるじゃん。うん。だからもう一層、そのリュウジさんを作ったら、俺が食べキャラ弁で。キャラ弁で。もはや、一層、もはや。リュウジさんか、まず髪の毛、ノリで作るだろう。そうそうそう。あと、緑のエプロンかな。あと、ハイボールのオムライス。とかもさ、作ってさ、リュウジさん反応してくれるかな。リュウジのお兄さんお弁当だっていう。キャラ弁。YouTuber の方をもう作っちゃうとか。ヒカキンさんとかね。そうそうそう。分かりやすい。赤いジャケットと黒いノリとかでさ、サングラスとね。して、もうだから芸人。芸人もいい。芸人縛り。あ、芸人キャラ弁ね。カナメストーンさん。いや、あんま色合いは。うまそうだな。緑と茶色。うまそうだけどな。カナメさんとかさ、キモお兄さん。とかいける紫。いや、ね、キモ兄さんはちょっと空気なくなるな。一回高いが噛んだやつとかさ。キモ兄さんがね、調理法も寄せて。調理法も寄せて。めっちゃおもろいじゃん。それ奥さんが食うのそれ。無理だよ。これは米で僕が食べましたってハートでいいんじゃない。うん。紫色の弁当すごいな。咀嚼したものです。わ、俺も今考えただけでやだわ、ちょっと。キモ兄さんやっぱすげえ。キモ兄さん弁当やだな。遠隔で気持ち悪がってんじゃん。でもマジでさ、その芸人キャラ弁はいいかもね。なんかうまいこと作る。要はそのあるもんね、そう、よくマッシュアップの、うん、ツイッターでさ、なんか漫画いろんな作品のね。あれお弁当でやってる人いないから。なるほどな。そのコンテンツとか、だからもう弁当でとにかくアニメじゃなくて、うん、なんだ実写。なるほどね、うん、のものをやるとさ、顔とかじゃなくてもあるしね、うん、別に、うんうんうん、いいんじゃない。いい証拠の、ね、むちゃく、ただその奥さんが見て知らない人の可能性もあるけど、バッて出て、うん、カラタチさんとかカラタチさんか、カラタチさんとかにする。あキャラ弁ゲームね、私クラゲで、クラゲクラゲアロハをなんかしらしらしみたいなね。だけ帰ってきて感想聞いたら、今日は誰でしょうって、そのコンビ名とか書かずに、キャラ、そのあれだけで、ね、そう、弁当のあれだけで気づくか、当てれるか。なるほどな。あるかもよ、本当に。今日何クラゲで作って、食べ終わった後に海苔で、わかんねえけど。わかんねえけど。わかってんじゃん。わかってんじゃん。大ヒントだ。それできたらすごいな。もしかしたらあるかもよ、ね。完璧な。うん。もろそうよ、ちょっとやってみるわ、ちょっと今度。さあ。え、見とったかな。でよ、俺ちょっと見えてたけどさ、進まねえなと思いながら。え、関係なかったわ、多分。普通に動画とか関係ないよ。え、でもやばい、24個いけないのはやばいかもしれない。うん、
24個というか、24プラス5だと33 まあ30個ぐらい30個ぐらい、1人6個だから30個ぐらい、うん、いや、30個ぐらいだと思わなかったね。え、もうお前なんでやめろ、終わるじゃん、もう食べきる気ないやん。またない、夜食べるやつやんの。やりませんよ、こんな5個くらいこんな5個くらいはさすがに食いますけど、一気に言ってくれよ、もう5個はもう、いや、20個余ったとかだったら、あ、まあ、それは夜だけど、うん、これいけるだろ、俺は夜回せないです、さすがに。スッて言っちゃってくれよ、やだよ、くっつけんの、こんな、こんな、今日だったら。お前がやるやったらもちろん。いや、もうこれぐらいだったら、だから病もないし、そんな、そこまで。やっぱね、家族とか、友達とか、食べて。これどんなやつ家族とか、友達とか、食べて。いや、だけど、忘れてます。行った、一回行ったことをさ、うん、うどんの時も、その、行ってるから、その動画の終わりに、それをみんなで言ってるから。改めて、なんか、全部を代表していますみたいな感じでさ。いや、そんなことさせないです、もう絶対に。これは食えます。いや、そう、もちろんなんだけどそんな、俺ら一言もそう言えるからそれはまあ言えないけど、もうそれはもちろんなんだけどな、ちょっと待っててください、本当にちょっとですか。はい、でも社会人なんで、そのやっぱちょっとって何時っていう風になるんで、やっぱこう迷惑にやっぱね、やっぱ時間を今どういう状態でお腹が何分なんで、うん、まあまあこういう風な、結果で動くと思うので、そうそうそう、多分こんくらいには食べ終わると思いますという、はい、報告があればなんか安心できるかなって、こっちもですよね。で、今15時15分なんで、はい、15時40分までにやる。待てない、15分、後日で1個5分ねえなぁ、ちょっと後日でやばいよ、1個5分はいらないちょっと後日でだなぁ。いや、さすがに そこ何かけごめんなさい、今のはいいね、いいね。でもあのバーピーってやったら後ろほとんど食べてない絵だからね、これそうなんだずっとこうやってもう3人に得意ないからさ、ほんと申し訳ない。だから止めてくれればよかったのに俺らはちょっと待ってて、そう、うん、そんなちょっ と今日当倍じゃなくていいちょっと全然なんか一緒にゴールしようよでいいよ、そうだから無理しなくていい、確かにマラソン大会、そう、うん、自分の食べれるよ次からしない、太郎がなんならいけるぐらいの感じでずっと、うん、今日もそう、だから池袋にね太郎がね、うん、そのちょっといて、で、じゃあみんなで一緒に行こうかっていうので、たこ焼き買って、その移動中もずっとだったらさ、いや、ダメだよ、めっちゃ足りるかなみたいな、うん、うわぁ、お腹空いてきたな、いや、早く食べてな、もう、これちょっと足りないな、これ言ってたの、ずっと言ってました。俺らにも振るなよ、そんなこと裏側でね裏側でね、もういいから早く食ってくれよ、もう部屋なんですけど、部屋なんですけど、はい、残り4個、うん、1人1個ずつ食べませんか。なるほど、近い間にフィニッシュ。そうなったらどうなりますか、動画的に。あの桃源の近いで桃源でしたっけ桃園なんでした、あ、桃園源じゃなかったです、でも三国志だから一人多いしよ、うん、四国志でいや、そういうことじゃないです、四国志で、その国じゃないです、国は一個じゃん、劉備、関羽、張飛の3人なんで桃園の、もうちょっとそこはじゃあ秋山、阿部の宮、高い阿部で行こう、四国志四国志、キモいなで、これからも、うん、だからチームで助け合って頑張っていきましょうっていうことで、はい、みんなで分かち合いましょう分かち合いましょう分け合いましょうちゃんとさせておくんだよ意味ないだろなんで刺したの、やだわ、すげえやだわいや、これで刺して、ね、で、最後みんな食べてありがとうございましたね、終わりましょうごちそうさまでした、ロレツ回ってないじゃんどうしない、頭もロレツも回ってない、ごちそうさまでしただからじゃあ食べよう、でこれからも頑張っていきます、しょいでなんでどんどん追加してくるの、じゃあ、これからも、ガリレコチャンネル頑張っていきまーす、しょい、全然登園変わってないんだ、乾杯我ら4人みたいなあるけどな、あんまり怖かったんだうんうんうん、
もう一回。ごちそうさまでした。いや、あるじゃん。飲み込んでからいいな。何こいつ。変な食べ方。マジで飲み込んでからいいな。はいはいはい。変な食べ方。なんで何言ってんの。ごちそうさまでしたら言うタイミングはちゃんとあるから。はい。はいじゃなくて。うん、ごめんなさい、ありました。え、待って待って、緊張してる？誰か嫌いなやついる？ギクギクしてるの？このメンバーでギクギク。誰か嫌いなやついる？もう今更いないです。今更いない。今更嫌いとかある？ない、一切ない。ここに関して。実は嫌いだったんだよな。ぐらいギクシャクしてる。ショックだな、それ。だったらやめてな。いや、大好きだから。なんでそんなギクシャクすんだよ。ごめんなさい。次は何100いく？太郎が決めていい。いや、そうだ、いけるやつ行こうよ、太郎ちゃんが。あ、本当ですか。で、それを俺らが引っ張っていくんですよ、その。マジですか。継いでいくというか、その要はもうロードレースみたいな感じ。もう引いて。キャリーしてくれますか。キャリーするの。キャリーするよ。よし、じゃあ。好きなもの。でも得意なやつだったら、ね。そう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 。別に。あ、得意なやつか。これが好きと。牛タン100枚。いや、むちゃくちゃ硬いよ、あれ。いや絶対疲れるよ。で激薄よ、激薄牛タン。激薄牛タン100。激薄牛タン食べたい。ひよってるな。ちょっと牛タン行こうよ。でも行けるって言ったよね。はい。ダメだよ、そのダメだよ。本当に行けるやつ行こう。マジで行けるやつ。マジで行けるやつ。豆100。あんなにバカにしてた。豆野郎、豆野郎、てめえよ。俺も豆野郎一生バカにすんじゃねえぞ、お前。てめえも豆野郎かよ。豆百粒は。豆百度で。てめえ、マジで。なめやがって、お前。なめてるな。てめえが豆野郎じゃねえか。じゃあ次、豆百度お会いしましょう。見せれるか。